パパニュース !1 分間でお届けする世界一短い IT ニュース、IT パパニュースのお時間です。お相手は英語が話せないのに外資系のセールスエンジニアパパ丸山です。今回お届けする話題は、ネーミングライツのプラットフォーム、ネイビーでございます。ネイビーですね。そう、ネーミングライツというとですね、まあ、建物とかスタジアムとかコンサートホール、あれをですね、企業さんがお金を出して買い取って、 名前を付けるというシステムですね。そう、例えば、Zozo マリンスタジアムですとか、キリンレモンホールとかね、そうはいろいろありましたよね。ああいうスタイルですね。あれをもっと身近にできるようにしようというプラットフォームが、このネーミングライツのプラットフォーム、ネイミーなんですね。ですから、これは例えば、個人、法人問わずですね、このものに名前を付けてほしい。 っていう人と名前を付けたいっていう人をマッチングしてくれるというこのプラットフォームになります。面白いですよね。で今どんなものが出てるかというと、例えば長子電鉄の長子駅の駅名、長子駅をですよ。例えばパパ丸山駅にできちゃう。いやいいですよね。でさに面白いのがですね、長子電鉄社長のミドルネーム。<laughs> ミドルネームってね。 いやこれすごいですよ社長は竹本勝則さんなんですが竹本〇〇勝則この〇〇の部分をネーミングライズしてしまおうとでだから竹本パパニュース勝則とかできちゃうってことなんですねですから何か宣伝したいという人にはこれ非常に面白いプラットフォームですよね例えば今私がこの配信しているこの 配信のタイトルとかもネーミングライツしようと思えばできちゃうということなんですね。いや面白いですよね、こう手軽に、ね、このネーミングライツ楽しめるのは非常に面白いと思いますね。このネー,ミー要注目ですチェック